河野道和さんおすすめの一冊、毎月最終週こちらの企画です。中央公論など様々な雑誌の編集長を歴任されまして、現在は古典を学ぶほぼ日の学校の学校長をされています、岡山市出身の河野道和さんおすすめの一冊です。河野さんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はどんな本をご紹介いただけますか。はい、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーという、ノンフィクションなんですけれども、著者はブレイディ・ミカコさんという方で、1965年に福岡市にお生まれになって、もう20年以上イギリスに住んでおられて、保育士として働く傍ら現地の状況を伝えるルポなどを精力的に書いておられるという大変ユニークな人物なんですけれど、ライターとしては子どもたちの階級闘争という本をお書きになって、去年新潮ドキュメント賞っていうのを受賞されたりですね、今最も勢いのあるノンフィクション作家の一人です。はい、まずどういうところにお住まいかということを申し上げると、彼女が住んでいるのはイギリスの国内でもその平均収入とか失業率とか失病率、病気の率とかがもう全国でも最悪の水準と言われる地区 でそこではもう複雑な移民問題とか差別とか貧困問題っていうのがこう肌感覚で伝わってくるような地域なんですね。そこで3人家族、彼女は日本人、ご主人は、アイルランド出身の白人の男性 で11歳の息子さんがいらしてっていう、その家族が、まあ、どういう日常に直面しながら生きているか、なんだろうな、社会問題ともつながる家庭問題っていう、そういう切り口だと思います。貧しい上に学食で万引きする友達がいたりね、でその子を集団でいじめる中流階級の友達たちがいたりね、そんな中でじゃあこの主人公の息子さんがどんな対応していくのかっていう部分もね、非常に興味深かったですし、これイギリスの抱えている社会問題ですとか教育とか文化とかそういうのも分かる本で、なんか面白い形の小説だなと思いましたね。そうですね、今小説とおっしゃったけど本当にこれノンフィクションなんだけれども、とにかくこのねブレイディさんって文章がものすごくうまいんですよね。あ、分かりますね、はい、でユーモラスだし、それからそのリズム感があってテンポが良くて躍動感があって無駄がなくて構成が巧みだから、本当一編一編が小説のように読めてしまうという、思わず私は小説と言ってしまいましたね、そういう風に読めてしまうノンフィクションと、こうなんだろうな、もう素晴らしいこう出力に乗せられて楽しく読めて、なんかいろんな情報をこう知らないうちに吸収してしまう。で、あ、こんな問題日本でもこういじめのこともそうだし、友達を差別したりとか、子どもの貧困なんていうのはつながる問題もあって、それをどういうふうにこう親子で考えていくかっていうことについてこうヒントが多い。差別っていうのが結構イギリスにはそこ当たり前のように転がっていて、そんな中でこう争い事とか分断分かれちゃうっていうのは、生まれとか階級、そういったアイデンティティをそれぞれにまとわせて自分の方が上だと思うことで起こるなんていうことを作者の方書いてましたけれども、そうですね、なんかやっぱり自分が子供をこう社会に送り出した時にどういうふうに対処したらいいのかとか、ちょっと子育てにおいても考えさせられる本だなと思いました。そうですね、本のタイトルがその僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていうわけですけれども、イエローはまあお母さんが日本人、ホワイトっていうのはお父さんが白人のアイルランド人で、その息子である彼は11歳でちょっとブルーと、でブルーっていう単語、彼は最初こうどういう感情を意味するかっていうふうに学校で聞かれた時に怒りだと答えたら、先生に赤で直されて、ブルーの正しい意味は違うんだぞと、憂鬱であったりとかちょっとこう落ち込み気分なんだって言われて、それをこうノートに落書きしてた。それを見たお母さんが、このエッセイ集のエッセイ集っていうか、このノンフィクションの本のタイトルにそれをこう使ったわけですけれども、息子さんの気持ちとしては学校でこう何があるんだろうなっていう不安とか、今ばあさんおっしゃられたレイシズムというか差別みたいなことを経験してちょっとこう憂鬱な気分になったりとか、そういうこうちょっとブルーっていうのがこう
あのタイトルにつけられてる。実はこの息子さんがこうすごいんですよね。こうなんか子供投げにぶち当たっていくような。でそうなんですよね、もう心が綺麗ですごいいい子なんですよね。うん、そうなんですよね。それでこうお母さんの方が教えられると、うん、この子こんなことスイスイとやっちゃうんだとか、えとか思ったりさせられて、ああそうかと。いつの間にか子供たちってのは大人がこうなんか腰引けたりおどおどしてる間に子供は子供で成長してるんだなっていうことをこう教えられて、彼らを見くびっちゃいけないんだと、やっぱり未来は彼らの手にあるっていうことをもっと信じた方がいいんだななんていうことを思ったりするっていう、その辺もいい感じですよね。そうです。今あの河野さんがあの、うん、未来は彼らの手の中にあるって、うん、作者が書いた言葉を今言われましたけれども、うん、あのイギリスの教育の仕組みなんていうのもすごくよく分かって、うん、これやっぱり教育っていうのはとっても重要で、うん、こう日本の教育ってこれ世界に誇れるところはどんなところなのかなっていうことも考えさせられるぐらいの本でしたね。帯にね、先生方にもぜひ読んでほしいなってこと書いてありましたけど、うん、それうなずけるなと思いました。そうですね、うん、これから先の子育てにも生き方にも参考になる本です。ぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。河野通さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。